けども、こんにちは、山城と申します。さあ今日はね、どこにおるかというと、これ三重県四日市市の何人町やったっけ、ここ堀木ですね、コスモ石油さんの、給油所に来ております。なんでこんなとこから始めとるかというと、今から旅に出るからなんですね、ただいかんせん給油所からね、急に回し始めてしまったんで、ちょっとだね、さすがにね、ここでずっとね、喋ってね、企画説明するのもね、あれなんでね、早速ね、向かっていきたいと思います。とりあえずね、京都の方に向かってきますんで、よろしくお願いいたします。おう、詳しくは後々やるよ。さてと、ちょっとクッションの位置を調節なんかもしてね、やってますけどね、今日ね、雨なんだよな。雨のとどれぐらい広いだろう、めっちゃ降ってきてんじゃん。難易度も上がってる中ではあるんですけどね。今日はね、どこに行こうかというと、京都ですね。京都の、あれは、どこだ？京丹後市なのかな？要は、あそこ行ってきます。京都丹後鉄道ですね。この前も行ってきたところなんですけど、まああの時に行ってきて、一日乗車券買ってきたじゃないですか。でね、まあ別にね、書いたしね、あの記念切符書いたしね、いいやってことでね、なっておったわけなんですけど、どうせならお盆の時にね、それで一企画打とうかなって思ってたんですよね。ただあの切符が、10日から20日だったかな、8月の10日から8月の20日、まあ多分今もう見てるね、段階だとあまり関係ないかもしれませんけど、が使えないよっていうことだったんで、お盆の時期でね、連休のところでちょっと使えないなっていうことになりまして、あー、じゃあそれでね、ちょっと出かけて取るっていうのが難しいなってなって、でもう一つ、あの切符ってあの発行から1ヶ月間、ですからあの購入した時から1ヶ月間有効ですよっていう切符らしいんですよ。なのであれ7月の24日だったっけ、20日ぐらいに買ったんですよね、ですので、あれってことはお盆前の今でないと使い機会がないなと思って、最初別にまあいいかと思ってたんですけど、まあせっかくだしね、動画のネタにもなし、じゃああれあの切符使ってね、あのターミナル企画でもやっとこうと、いうふうに思い立ったわけなんですよね。で問題はここからなんです。で今日これ土日と、とりあえず休みが入って、まあただこれ本来はちょっと色々とね、動画編集もですし QC のね、やつとかの兼ね合いもあるんで、相当ねちょっと勉強を追い込んでやらんと、全然もう正直オワコンな状態なんでね、正直今から追い込んでももう無理じゃねえかなっていう気は正直してるんですけど、ただね、受ける以上はやはり全力を尽くさないといけないというところがあるんでね、またそっちのやつもね、時間も今も避けるだけ最低ねやってるんですけどね、まあ避けるだけ最低ね、1問も解ける問題が増えてないんでね、もう無理かなっていう気はしてるんですけどね。数学にね、の偏差値20とかのね、人間にはね、ちょっときついかな。ね、その偏差値を求めるね、標準偏差とかね、なんかね、求める計算式とかなってましたけどね、もうね、3ヶ月同じ数式を眺めてるんですが、全く未だに一つもわかりません。っていうことは置いといて、っていう状態なんでね、まあ、ここはね、YouTube 見ていただいてる方には、多分あれ無理だ。ということでね、でそのチケットの有効期限が、スレイブって言ったらいいんだけど、なんだこれ、チケットの有効期限が、何日、そのまでに行ける週末がもうここしかねえってなったんですよね。でよし、じゃあ土日でね、まあね、月曜日が夜勤式に入るっていう日なんで、まあちょっと日曜日も余裕あるし、ね、土曜日はちょっと、ね、それあとやって日曜日に行こうかなと思ってたんですよ。そしたらですよ、重
大なことが分かりまして、運行予定日、その今記念切符の発売じゃなくて、もともとはこっちがメインかな、大丈夫かこれちなみに京丹後の方は晴れてるらしいですよ。で何だっけ、そうで運行日、その観光人のイベントで今ラッピング車両を発車してるんですよね。由良号っていう、あっちの方丹後由良っていうね、地域で、であっちのね由良川とかが由来になっている、この前の動画でも由良川を見てきましたよね。あの由良川が由来になっている、あれ軽巡ですよね、軍艦で軽巡の、由良さんね、の観光でのね、子がいまして、まあ言うてね、私もね由良さんは推してなんですよ。すっかりね、提督業を引退して長いですけど、由良さんは3番目ぐらい結婚式挙げたんじゃなかったっけな、うん、っていうことですもんね、うん、で、そんな由良さんのラッピング車両が走ってるよってことで、それはちょっと見たいなっていうのは正直やっぱあるんですよ。でこれね、日曜日に行って見りゃいいやと思ったら、なんと日曜日運休するっていうことが決まりまして、日曜日が動かないらしいんですよ。この、8月のですか7日だけなんですよね。ということで声拾ってる、これ大丈夫編集の俺頑張れって今言っとこうで、その感じでもう6日に行くしかねえと、なったわけで、土曜日で、まあいいか、朝一からね、また先日は残ってるし買ってもいいかなとか思ってたんですけど、調べてたら、始発がね、その由良さんの始発がね5時59分発なんですって。しかもね、この前ちょっと、行った時の運行図乗せれるかな、頑張れ編集してる時の俺運転してる俺も頑張ってるから、編集してる俺頑張ってる、わーすっげえ雨なんでこれで、なんだっけ、路線図ね、出てると思うんですけど、普通はねこの豊岡から、西舞鶴の間で運行とかやってるんですけど、そのね始発がなぜか途中にある安美野っていう駅がありまして、その駅から始発らしいんですよ。でいうことで、今から頑張って安美野駅に行って、その始発でゆらゆらしてこようじゃないかと、いう、わけでございますね。頑張ってるよ、だいぶ声張ってるけど、俺久しぶりにこんな声張ったな。それはあってね、今の時刻11時56分ですよ、夜の。今から弾丸で京都のその京丹後市にっていうところのにある安美野っていうところまで行って、始発のね由良3号でゆらゆらして、京都丹後鉄道のターミナルを制覇しちゃおうという企画なんですね。それで今こんな時間から頑張って走ってますと、いうわけでございます。でその安美野の駅よく分かってないんですけど、結構遠そうなんですよね。そう、この前行った福知山とかまでやったら、まあそれでもちょっとありますけどね。その福知山からさらに、天の橋立の方にずっと行って、で天の橋立からさらに行かないといけないのかな。あ、これ俺ということでね、まあ頑張って、行きたいわけなんですけどね、ちなみにと
べてたらそんなにその周りに宿泊施設とかもないんで、前乗りでね行くっていうプランもちょっと考えてみたんですけど、まあまずちょっとだいぶ予算がおかかりしますというところとですね、あまりそこの目の前にあまり宿がない、でしかも5時59分の始発の電車に乗るんだったら宿でゆっくりもできないわけですよ、うん、宿に泊まったところに5時起きです。まあ5時起きだったらね、あの山田さんの場合普段4時起きなんで、遅い方ではあるんですけどね。どこまで私のこのテンションが持つかなんですよ ね、ね一応ね、仮眠は取れました、というかね仕事で、疲れてたからでしょうね、見事に、帰宅してものの数十分で、寝落ちしたんで、仮眠は取れてます。5時間ぐらい寝れてるのかな。だからまあ多分午前中は持つと思うんですけどね、なんなら昼ちょっと電車乗ってる間でね、ちょっと軽く寝落ちしてっていうので、それでするとちょうど夜勤のね、体のガーサイクル合わせれるんで、そういうような感じでね、ちょっとだから普通のね、一般で働いてる方とはねだいぶサイクルの取り方が違うんでね、そこをうまいこと活かしてね、こんな企画思いついちゃったっていうわけなんですよね。なんでこんなうまいことしてる中でさ朝の5時59分で網の駅ってさ、ちなみに行き方必ず調べたんですけど、いまいちよく分かってません。とりあえず京都の方走っていけばいいんだろうということで、新名神乗ってきます。